どうもこんばんは。2021年10月7日キングダムハーツ3の実況を行っていきたいと思いますが、ちょっとね、昨日俺が見た夢の話していい？俺ね、昨日キングダムハーツの夢見たんですよ。それによるとね、なんとこのキングダムハーツ3にアルティメットフォームっていうのが出るんだって。8P はキングダムハーツ3のアルティメットフォーム風。いや信じられないでしょ。そんなファイナルフォームよりさらに上だぜ。アルティメット究極よ。そんな究極なフォームチェンジがもうあるわけないじゃん。またまたツアー発想、お前そんな小学生みが考えたようなよ小学生が考えたようなは失礼、すいません、失言でした、すいません、お詫びして訂正申し上げます。またまたそんなツアースもお前ノムリッシュなよノムリッシュなこと考えよってよ。あるわけないだろ、アルティメットホームなんてバカ野郎がって大思いの方いると思います。いやー申し訳ない、この夢がまさ夢でないことをね、夢でまさかネタバレ食らうとは思わなかったんですよ。はい、ということで、アレンデールやっていきましょうかいやーテンションが上がりましたね。まさかのスマブラに空参戦ですよ。嬉しかったなー。年がいもなく大泣きしてしまいましたけれどもね。ということで、アルティメットホームっていうのもね、いずれお目見えかかる。それがすごい楽しみでございますよね。あとなんだっけ、アルティメットホームとなんか奇跡的にコメントでね、皆さんちょっと黙っていてくれてるっていうのがありがたくて、フルハウスのオープニングに出てきそうな、アメリカの橋みたいなところ。なんかそこのワールドもね、なんか後々出てくるということで、何のディズニーワールドなのか、ちょっとガチでまだわからないんで、そこも楽しみでございます。ということですいません、ちょっと前置きが、挨拶が長かったですが、今回、アレンデール編でございます。穴雪ですね。うわぁ、白あんじゃん、白。レリゴーじゃねえか、歌っていいっすか俺レリゴー歌ってまた収益化剥がされてもいいですか俺。いやーということで、このグミシップニューツアハソーマル3アンチェインドキーで、やっていこうかなと思いますけれどもね。じゃあこのアレンデール編が終わったらね、またグミシップのレベルとかも上がっていくと思うんで、またニューツアハソーマル3アンチェインドキーをさらにねアップグレードしていこうかなと思いますよ。とりあえずやっていきましょうか。うわーすげえ、なんか氷みたいなステージ来てない？やっぱアレンデール近いからすごいね。ちゃんとそういうグミシップのワールドもちゃんとその世界観をちゃんと今から行くディズニーワールドに踏襲していると言いますか。いや細かいね。うわーなんか本当になんか穴雪エリアにグミシップで来たような、アレンデールにグミシップで来たような気分になるね。すげえなー。いやーなんかまだワールド来てないのにワクワクしてるわ。さあ着いたぜ。ここですか、ここですかね。あ、特にボスとかは直前にはいる、いない感じなんですかね。さあということでアレンデールですよ。どうする、レリゴー流れたら収益化剥がされちゃういやでも全然いいっすよ、もう本望です、本望本望。いやでもレリゴーは来るかな。松たか子が歌うんですかね、あの曲を。久しぶりだな。俺はもちろん映画館で見に行った口ではあるんですけれども、アナ雪は。あとあれだね、テレビで、地上波でやった時も見ましたね。でもそれ以来か、懐かしいな。そう考えると。おー！あ、いきなりもハートで戦ってる。あ、いいね、いいね。このエリアに炎は効きそう。あ、 あとね、キーブレードもね、変えております。今、可愛いキーブレード持ってますけど。これ、プーさんエリアをね、プーさんワールドクリアした時の報酬。寒い！ドナルド！着替え！うん、半袖だもんね、寒いよね。だから、衣装、あ、あ、衣装ないじゃん。あ、違かったの？衣装係だと思った。それは寒がりだね。あ、やば。俺、南国育ちだからさ。ああ、そうよ、ディスニーアイランドね。きつそうだな、確かに。ほら、どんどん凍っていってる。おー、やばい。このシーンの時に出くわす。じゃないよね。あわわわわわわ。ハートレスの仕業かな？そうかもな。行ってみよう。お。
うわー来た、うわすごい。いやもう何回でも言うけどまんま、うわまんまだこのゲーム、すごいすげーな。あの人悲しそうな顔してた。うん、ダメだ、もう最近涙もろくてよ、感極まっちゃうわ。あーブルブルで、すごい城ができてってる、エルサの力でアレンデール。何かあったのかな。ハートレスの私、事情を聞いてみようか。うん、はあ、これ町には行けるのかね、城下町には行けるんでしょうか、それとももう山の中を進んでいくみたいな。ハートレスもいるし心配だね。悲しげな顔をした女の人を追いかけよう。これあれだね、どっちなんだろうね、ラプンツェルワールドみたいにその原作を追いかけていくタイプなのか、原作追体験タイプか、そのモンストロポリスみたいにモンスターズインクみたいにこのオリジナルストーリーで繰り出されるタイプか、まあどっちでもね俺は全然ワクワクなんですけれども。氷の城を撮った写真が見たい。じゃあアレンデールの氷の城ちょっと見とこうか。いやーこれはいいね、テンションが上がりまくりングですよ。お、なんだ？これをポストに出すんだな。わ、わかった。なんで応募ハガキもらったんだろう俺。とりあえず料理をね、フルコース食べようかなと思いまして。ちょっとまあ、とりあえず買ったものを食べましょう。よし。ランチタイム。そう。今、私のお昼時です。もういいですか、このネタ。ただいま、実況中、ど深夜ですけれども、私のランチタイムでございます。よし。おう。お、なんかそれっぽいのいるね。アナ雪エリアっぽいハートレスがいるじゃないの。このプーさんのキーブレードもなかなかこれ可愛らしくていいね。ぽよぽよしてる。ハニーブラスター。おお、なに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 。あ、空の格好もまたなんか、あ、なるほどね、こういうシューティング系の。でシューターモードもある。あーなるほどね。おーすげ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 ー、撃てる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 、撃ってさらにスイートランチャー、これか。さらにもう一段階の変身を残し、おーなるほどね。痛い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 。なるほど、じゃああのなんか2番目に手に入れたキーブレードとなんとなく一緒な感じなんですかね。でフィニッシュ撃ってみる。ドン、はい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 。うわもう蜂蜜まみれや、虫寄ってくるでこれそんなんしたら虫が寄ってくるでこれ。ハッピーギアちょっと行ってみようか。キーブレードも近い。ハッピーギア、モンスターズインクワールドをクリアした報酬のハッピーギア、これもなんか変身2段階残してるって話ですよね。アサルトグロー行きますよ。おお、あ、なんかドアっぽいのもあった。何これ、なんか腕に装着するタイプ、ウルバリン的な感じになる。すげえ。おい、これ腕につけてるよ、やばいな、ロボットみたいになってんじゃん。これを空にまだ一段階変形残してるよね。空にはまだ一段階変形残してるよ。あと誰だ、あと誰だ、やばい、あー時間が、時間切れ、時間切れになる、時間切れになる、時間切れになる。よし、ついよいよ来たよ。さらにメカメカしい感じ。何その中村名人、ハイパーストリングスなんちゃらかんちゃら、ループザループ。あ、待って、一回変えといて。うおー、すげー。しか、いやもうダメだ、どっちにテンション上げていいかわかんないわこれキーブレードにテンション上げていいのか、ワールドにテンション上げていいのか。いや、やっぱこれワールドも BGM もまたぽくない？穴行きごっこできんじゃんこれ。もう歌っていいっすか俺、レリゴー。レリゴー、レリゴー、カミホリバンクエニモー。あのイディナ・メンゼルバージョンねイディナ・メンゼルで送るぞ。これなんか追いかけていけってことか。
エルサを追いかけていくっていうことなんで、あの奇跡をたどってけっていうことだと思う。なになに、あ、グーフィーた遊ばないの、グーフィー。これ何、こういうこと、あ、こうかな、あ、違うな、なんだろう、どういうことなんだろう。あ、そうだ、あとコメントでですね、あの敵に向かって敵まだいないわ、敵が来るでしょ、多分敵に向かってこうやって急接近することができると。はー、なるほどね、これ結構便利そうだね。離れた敵に向かってこうやって近づくと、ただ丸で攻撃するんじゃなくて四角ボタンを押すことによってフォーカスゲージを消費することなく接近することができる。これいいね。さあ、中学でアサルトクロウ、これかっこいい、両腕にキーブレード装備する感じがかっこよくねえか。さあ、そしてグーフィーが最大 AP アップしてる。これでじゃあ近寄ると、あ、これすごいね、あー、かっこいい、よりスタイリッシュな感じのバトルに、ほら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 、すげえ、あざす、教えてくれてありがとうございます。これはかっこいい。どうせツインヨーヨーよ、いやーいいねー、めっちゃかっこいいねー。このツインヨーヨーはなんとなくその単体用というか乱戦用じゃない感じがある。そしてフィニッシュ、なるほどね、なるほどね、2つのヨーヨーでハンバーガーのように挟み込む、サザエさんオープニングのラストのような感じで挟み込むだ、なるほどね。でフレホース、そうだね、乱戦抜きというよりかは単体攻撃用のキーブレードという感じがしますね。あくまでこう多対一、大量に敵がいるような感じであれば、アサルトクロウちょっと保っておこうか。このラプンツェルのこのエヴァンアフター、このキーブレードがなんかたくさんの敵を倒すに向いているようなキーブレードな感じがしますね。でこれで遠い敵をこうよ、すごい、超スタイリッシュ、いいねいいね。そしてミラージュ、ミラージュロットはどうしようかな、まあやっていこうか。ミラージュロットに変形しておきつつ分身分身して攻撃、あれまだいる、終わったか。でじゃあハニートレンタに変えてね、いやーおもろいなこのゲーム面白いな本当に、あわわわ、行き止まり、そうですね、駆け上がりますよ当然。ドナルド・グーフィーは駆け上がれない。とりあえずじゃあ追いかけていこっか、エルサを。エルサってもういっちゃってますけれども、キングダムハーツ3をこれでプレイしててこのワールド知らないっていう人いるのかな。穴行きは絶対さ、もうプレイ、キングダムハーツプレイしている 9.99 割ぐらいの人がアナ雪っていうディズニー作品知ってると思うわ。トイストーリーも全部知ってるだろうし、何このディズニーワールド知らないっていうのはなさそうですよね。さあエルサ、あなたたちはどこから来たの。お、うん、俺は、うん、そう、近所よ近所よ、行っちゃいけないのよ。ちょっと遠くの南国から来た空、はあ、だ、ドナルド、グーフィーだよ。もしかして戴冠式のお客様。え、もう、ああ、そうなんだそれで君は。エルサ、アレンデールの女王エルサです。え、女王様、ここにいるのは危険、町に戻ってください。でも女王様がこんな雪山で一人きりなんて、何かあったんじゃないの。帰ってください、一人になりたいの、誰も傷つけたくないから。そんな、一人になりたいなんてよっぽどのことがあったんだろうけど。私はいつも一緒だよね。旅は面白くって危ないこともあったりするけど、3人で力を合わせて乗り越えてきたよねだよな、
でもまあ、怒りんぼのドナルドとはたまに喧嘩になるから、一人になりたいって気持ちもわかるかな。もうやめて。おお、原作再現。危ないよ、死んじゃうとこだったぞドナルド。これって、おお、新型ハートレス、かっこいいポケモンみたい。ハートレスだ。エルサなら戦えるでしょう。作中最強キャラって感じ。ここは俺たちに任せて、エルサは逃げて。いいね、かっこいいね。うおお、めっちゃいる。となるとこれいきますか。分身しなくても普通のこのね、あーこれいいね、これでもいいね。ただじゃあメリーゴーランドもいきつつ、あーもうごめんフィニッシュしちゃったあーまあフィニッシュバンバン打つっていうのもいいね。これ待って、一回分身しながら攻撃して、おなるほどね、 HP 高いね。軽い中ボス戦みたいな感じですね。しかしエルサやっぱはまんまでした。声もちゃんと松たか子さんじゃなかったですか。いいね、押しよう。お当たる当たる、的がでけえからよ当たるわ。ということはアナもさ、 そのまま神田沙也加さんなんですかね。そんな感じがするよね。いいね、ここでモンスターズインクのハッピーギアに切り替え攻撃を続ける。これは多分もう1対1専用のキーブレードって感じがあるから、かっこ強っ、火力高っ。それでツインヨーヨーよ。あ今ちょっとピヨってるところだったよな。これでさらにいいやつピヨピヨるね。顔を攻撃するとよろけるっていう感じなんですかね。どこに行こうというのか。ほらよ、かっこいい、グラウンドブレイカー。エルサ、大丈夫だった？あの、ひどいこと言ってごめんなさい。助けてくれてありがとう。危ない！おーすげえ、冷凍ビーム、やっぱ最強だな、ワンパンだぞ。その力、やっぱりエルサだったんだ。見たでしょ、私はこの力のせいで人を傷つけてしまうの。でもハートレスは闇の魔物だよ。さっきも言ってたわね、それは一体何なの。ハートレスは人の心を狙ってどこにでも現れて悪さするんだ。人の心を狙う魔物、だから危険なんだ。エルサは自分の家に帰った方がいいよ。私に帰れる場所はないわ、心まで傷つけたくないもの。エルサ、そうならないように私は一人で行くの。一人じゃ危ないって。あ、お願い、来ないで。エルサ、エルサは強い人みたいだから大丈夫じゃないかな。理由あるんだよ、一人にしてあげよう。そうだとは思うけどさ、最初に見かけた時の表情が気になるんだよな。女心がわからない子ね。放っておいてあげなさいよ。うおー、ラクシーヌ、お前はって格好は機関っぽいけど誰だっけやっぱ忘却メンバーは覚えてないってことだよね。ああ忘れてるのか。私はラクシーヌ、もう忘れないでね。ともかく彼女のことは私たちに任せておけばいいから。
まあまあそうだ、マールーシャも復活してんもんね。知らない。でもなんだかかわいそうだから知ってるふりをしといてあげれば一番聞くのそれ、一番煽り体勢が。ちょっと聞こえてるわよ。本当だよ、失礼な。エルちゃんをどうするつもりだ。どうするつもりもないわ。あんたたちにうろつかれてたら目障りだから、しばらくここでいい子にしてって。すごい、なんかさらに強くなってないか、ラクシーヌ。氷は私の専門外だけど。そうだよね、先輩だよね。ラクシーヌ専門だよ。閉じ込められた。身動き取れなくなったね。ってことはラクシーヌも新十三機関ってことか。どういういきさつでマールーシャもラクシーヌも復活したのか、そこがね、まあやっぱ一回人間に戻ったってことかな。出口はないのかな。一回人間に戻ってまたノーバディになったと。とにかくここから出ないと。エルサのこと心配だよね。ああ、何もしないとかラクシーヌは言ってたけど、機関の言うことなんか信じられない。絶対何か頼まれる。急ごう。あ、閉じ込められたけど、何、なんか迷宮になってんの、どういうことこれ。あ、ちょっと書いとこ書いとこ、エヴァーフターに書いとこ。へえ、なんか不思議な空間。あ、こういうこと。うわ、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる、びっくりした。ミラージュロット。進んでいけばいいのかなこれで。あ、すげえ遠くに倒した敵が、ミスリルの魔石ね。お、お、見つけたけどなんかいる。なんかおるな。先制攻撃いく？プリズムレイ。これでいいのかな。いやー、蜂蜜いいっすねー。いっぱい食べるんだ、おいしいだな。ブーはたくさんの蜂蜜を得て幸せな眠りにつくんでした。ルル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 ル。あ、すいません、ついついプーさんのハニーハントの最後をやってしまいました。あれ好きなのよ。ハニーハン乗ったら最後あれなんじゃん、絵本が閉じられるみたいな。あ、来た来た来た。そうだ、エルサと写真撮ってない俺、まだ撮らなきゃ撮らなきゃ。あれどうやっていくんだ、あれ撮りたいんだよな。どうやるんだろう。壁は登れねえしな。まあまた、あ、グライドとかな。グライドが撮れたらまた来るとか、そういうのありそうですよね。あ、なるほど、さっきのこれか。回り込んできて上から来いってことか。なるほどね。あ、で、静か、よかったよかったよかった。迷宮なのに地図があるとはまた優しい。なになになに、中山くんひがほわーっつったの。明石家さんまの笑い声みたいなのよ、こうやって。お、これか。じゃあ行きますかね。あ、ノーバディの群れか。はー、そう、今回そう、ラクシーヌだもんね。ハートレスじゃなくてノーバディということ。あー、なるほどね。うわ、なんか下からまたなんか生やしてくるじゃん、ブリザが、ブリザラ的なやつの野郎。ちょっと待って、一回もうどん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 フレアホースとかどんどん行こうか。こういうリアクションコマンド使っていれば多分勝てるとは思うんだ。でフレアホースも使って、あ、ちょっと上すぎた。
上すぎたけど当たるかな、当たってるかな。あ、ドナルドがやばい。とりあえず倒したけど、ん？氷の迷宮の、そうね、はい、ぐる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 、はあ、なるほどね、こいつが鍵になっている。通れるようになったよ。柱が回るのと連動してるみたいだね。何そのゼルタチックなやつ。なんだ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 。うお、はいはいはい、おわはは言ってるしな。グービーもちょっと楽しそうだけど、それやっ、お、割れたんじゃない。なるほどね。あ、またさらに王様のマークがありまして、早くエルサとも写真撮りてえもんだ。またかいな。こいつらはじゃあ取っておいたラプンツェルキーブレードで範囲攻撃していきましょう。いいね。この標準攻撃が来られるとどうしてもちょっとね厳しいところあるけど、このノーバディかっけえな。ラクシーヌ配下のノーバディすげえかっけえ。あ、ラクシーヌ配下だからやっぱりサンダラも手に入れて電気タイプのノーバディってことだね。でまた目ゴール目級出口探すと、うわーもう大変やなこれ。大変ですわな。なるほどね。セーポイントがあるから、ここがまあ中間ポイントっていう感じではあるんですかね。よし、ちょっと一回ここら辺でね収録休憩いたします。次回じゃあ氷の迷宮からお送りいたします。